はい、どうもこんにちは。今日はですね、今日もですね、ハイエースの作業やっていきます。はい、今回もザッツさんのところでね、やっていく感じになります。毎回ですね、出しては入れをね、繰り返しております。はい、で今回はですね、前大掃除とかした時にね、エンジンルーム確認したと思うんですけど、まあ22万キロ分ね、やっぱ走ってるなっていう感じの、汚かったですね。なので今回はですね、このエンジンルーム清掃というか、そちらやっていこうかなと思います。でエンジンを洗うやつも買いましたし、今回ね、笹屋もいるんで、エンジンの洗い方とかもね、教えてもらいながらね、やっていきたいなというところです。はい、今回はですね、この施設であるものを全部使ってもいいんですけど、せっかくならね、自分家でもできるように、まあやり方ももちろんね、押さえておくんですけど、使うものもね、できるだけっていうことで、ちゃんとアマゾンで買えるやつをね、用意しました。一つ目がですね、こちらですね、フォーミングエンジンクリーナー、クレ工業さんのやつですね。こちらはエンジン外壁やエンジンルーム内に付着したグリース、ホコリ、油汚れなど手を汚さずに素早く洗浄するということです。でもう一個がこちらですね、エンジンルームルックス、こちらもね、クレー工業さんのやつですね。でこっちもね、クリーニング要素もあるんですけど、やっぱこっちに期待ということで、これ1個だけでもまあなんか完結しそうなんですけど、まあ最後に仕上げ剤としても使えそうなんで、2回目はこっちでやってピカピカにしていきたいなというところです。というわけで、こちらね、2つ使います。ちなみにアマゾンでセットのやつね、用意したんですけど、これ2つでセット買い価格1330円、まあまあそんなしないかなっていう感じなんで、やっていきましょうか。じゃあこいつら邪魔だわ。はい、じゃあ外していきます。蓋開けるだけだったらね、こっち側をパチンってやるだけでいいんですけど、しっかり洗うんでね、ちょっとこれ蓋を外そうかなということで、こっからね外します。このハーネスがつながってるんで、はい、ここがくっついてるんで外す作業。はい、ここだけかと思ったらこっちも外れるらしくて、外します。前回もお見せした通りね、エンジンです。多分これほぼ1回も洗ってない疑惑ありますね。バッテリーもね、しっかりほこりかぶってます。こんな感じでエンジンの掃除なんですけど、やりがいがありそうです。反対側から見るとこんな感じでございます。いかがでしょうか。じゃあ今からね、洗っていくわけなんですけど、この中でも気をつけなきゃいけない場所と、そのまま行っても大丈夫でしょって場所があるんでね、笹谷先生に教えてもらいます。はい、水をかけて流すときに気をつけないといけないのが、電気関係のものに水がかかるとショートしたりとかするので、気をつけないといけないです。けどここら辺とか、こう電気の線とか見えてるんですけど、ここ水が入らないようにパッキン、ゴムのオーリングとかがついてるので、ジャブジャブとはダメですけど、多少は大丈夫です。ここで気をつけてもらいたいとすれば、ここの部分、これがオルタネーターといって、言ったら電気を作る発電機ですよね。この中にコイルっていうのがあるので、ここはあんまり水をかけない方がいいです。ビニールかなんかでちょっとだけ気持ち覆ってあげるのが一番いいかもしれません。あとはそうですね、運転した直後とかね、開けるとめちゃくちゃ熱いんでね、そういうのはやめましょう。じゃあとりあえず作業をやってきます。まあ、こんな感じで上から水がかかるんで、上ガードしてればまあ大丈夫かなって感じです。よし、よし。はい、最初はですね、この大雑把な汚れをね、このハケですね、ちょっと濡れてるけど、こちらでね落としていきたいと思います。やっぱまあシャンプーっていうか泡とか使うんですけど、落とせるものは落とす。まあちょっとこんなもんにしとくか。はい、ハケでね簡単に落としたんですけどね、まだまだ汚い。上に乗っかってるっていうか、なんかひっついてるというか、はい、そんな感じで、こんな感じ、まだ茶色いって感じですよね。この辺油汚れでね、黒くなってますの、わかります？でこっちもまあ汚れてはいるんですけど、多分これぐらいの鋼の色みたいな、それぐらいになるんじゃないかなと思ってはいるんですけど、どうなんでしょうかね。やっていきましょう。じゃあちょっと試しに少しだけここフォーミングエンジンクリーナーで軽く泡かけてから、拭き取って取れるかやってみます。十分スプレーし、約5分後乾かないうちに水かスチームで洗い流してください。じゃあまず1箇所目、ここ、おお、あー、この一番の油汚れのところ少しかけてみます。少しじゃないなオッケー、ちょっとこれで5分ぐらい待ちますわ。ちょっとここ拭き取ってみます。
お、結構やん。お、結構落ちたよ。そんな感じで。あ、いいっすね。今やってもらったんですけど、黒くなったな、これで。何もやってない場所はね、茶色くなっております。というわけで、よいしょ。 あと油汚れか、見てみましょう。はい、じゃあ油汚れも取ってみます。結構頑固かもしんないな。あ、けど落ちるな。はいはいはい、結構落ちますわ。ただまあ、まだしっかり残ってるんで、お試しの量じゃなくて本番用でしっかり吹きかけて待つといいのかなって感じでね。ちょっとお試しはこれぐらいにして、本番用でババーっとかけてきます。じゃあこいつでバーってやってきます。はい、ちょっと透明からいくわ。はい、今まだ数分も経ってないんですけど、汚れがね、浮いてきてますね。ちょっと茶色いの分かりますかね、これ汚れって感じで、5分経ったか経ってないかぐらいです。なんか乾きそうなんで流します。虹色の水が流れ出てます。汚れがね、落ちてきてるってことでしょうね。結構見た目にもね、黒光りするようになりました。一応ちょっとこの辺また拭き取ってもらっていいですかね。まあこんな感じで、特にプラスチックはその汚れの落ちがね、分かりやすいですね。んで、油汚れがきつかったところですね。比較的ね、落ちたは落ちたんですけど、まだ全開ではないのかもしれないですね。特に油汚れの厳しい場所、ちょっとまだこの辺はね、油汚れが少し残ってるんで、もっと長くするとか、もっと量をかけるとか、まあ2度掛け、泡はしてる時にこういうブラシでね、しっかりこすってやるともっと落ちるかもっていうことで、はい、まああれ1個でもね、十分落とせる感じではあります。けどまあこれ頑固じゃないやつとかはもう一掃したって感じなんでね、結構黒さ戻りましたね。じゃあ今光の加減難しいんですけど、輝き取り戻してきてます。上から見るとこんな感じで、はい、黒いところはね、黒いの分かりますかね。じゃあ次このルックス使います。ルックスはですね、さっきとはまた違ってですね、はい、このタオルに吹きかけて拭くやつすごい、これ1本でね、20台分ぐらいのエンジンが洗えるっぽい。じゃあちょっと試しに、毎度このプラスチックのところですね、やりますね。はい、でこれの特徴はね、水が不要です。なのでさっきみたいにやっぱり水で濡らすの不安だわっていう人は、これ1本でもいけると思います。はい、拭き上げました。それでもね、若干さっきのクリーナーで落ちなかった分の汚れがね、まだ少しくっついてますね。わかりますかね、テカテカに輝いてます。すごいツヤが出ました。これだけでもね、だいぶ変わってますよ。まあ上から見るとこんな感じです。で、一番ちょっときつめの油汚れが乗ってたこの辺を今やってもらいます。これ取れてるけどまだ奥があるな、この汚れ。ちょっと今エンジン周りで2箇所だけね、油汚れちょっときつい場所あったんで、パワーステフルードのところとエンジンのヘッドカバーのところはね、あの油汚れ特にひどいんで、ササヤン流で結構力技を組み合わせて落としてきます。はい、あの後あのササヤンがね、頑張ったんですけどね、こいつらはね厳しい。あ、けどここは結構綺麗になりましたわ。汚れの深みによるかもしれないですね。はい、というわけでね、最後こちらの仕上げやっていきますわ。よし、はい、OK という感じでね、終わりました。なんか拭いたら拭いただけで、ね、綺麗になってくんでね、手間取りました。やっぱ最終的にはね、力を入れて拭くといいっすね。上から見るとこんな感じ、近くから見てもこんな感じっすね。こうツヤが生まれましたね。わかります？前の方から見るとこんな感じですね。よかったっすわツヤが出ました。で、忘れないうちに
はい、こんな感じで。はい、で今回の場合ですと水もちょいちょい使ったんですけど、水を使うのちょっと怖いわっていう人はね、こういうルックスの方ね、泡を布巾につけて拭くだけなんで故障が心配だわっていう人はね、これでいいのかなと思います。やっぱ手の届きにくい部分とかがあるのであれば、もう泡を入れ込んで拭かしちゃう感じのやつもいいのかなということで、今回この2種類試してみました。はい、まあ結果はねこの通りという感じです。はい、というわけでですね、エンジンが一通り終わりました。で今回ねもう一個だけやりたいことがあってですね、はい、あのハイエースね基本野ざらしなんですよね。黄砂やら雨汚れだったりとかちょろちょろ汚れてるんですよ。なんで軽く洗車したいなと思いまして、で、ここからね今回ちょっと提供になってたんですけど、はい、こちらですね、骨伝導ワイヤレスヘッドホンですね。これをねつけながらねちょっと気ままに洗車したいなと思います。このワイヤレスヘッドホンね、今回みたいに洗車とかちょっと水に濡れちゃうような作業をしてる時でも使えるやつなんでね、ちょっと面白そうだったんでね提供いただいちゃいました。で今回使うのがこちらですね、ゲオから出ている骨伝導ワイヤレスヘッドホンです。ポイントとしてはねもう書いてあるんで言わなくてもいい気がするんですけど、耳を塞がずにね通話だったりとか音楽聞いたりできるやつですね。今回みたいに洗車もそうですし、家で掃除してる時にチャイム鳴ったけど気づかないみたいなのもね、これでなくなるんじゃないかなと思ってます。で耳直接塞がないので耳痛くならないですね。まあ長時間つけてられます。この通り再生時間も7時間いけるし、重さも33g で軽いんでね、耳の負担とかそういうところも少ないのかなというところですね。で今回はブラックもらってるんですけど、それ以外にもレッド、ネイビーブルーがねございます。防水のところがね IPX4 ですね。これを水没させたりするとあれなんですけど、ちょっとした水であればねある程度問題ないように防水性能もございますという感じです。じゃあ開けてきます。よいしょと言っても一回開けたんですけどね。操作は左右にボタンがあるので、こちらを押して操作する感じです。でここはよいしょ、ここ充電口ですね。マイクロ USB 入ります。でつけるときがですねこういう感じで、これよ耳塞いでないでしょ。重くないんでねそんな違和感はないかなって感じです。でこれでね音楽だったりとか通話もできるのかな。まあまずやってみましょうか。右のボタンを3秒押すとペアリング、ペアリング値はねこれが出てくるんで、これでペアリングを設定すると、はい、コネクテッドっつったんでこれで使えるようになります。で実際ちょっと音楽聴いてみるんですけど使えないんで、ここにちっちゃいスピーカーをつけてるような感じですね。ちょっとこの骨伝導って言えばいいのかな、このタイプちょっと初めてだったんで聞こえ方気になってたんですけど、ながら作業するにはねちょうどいい感じですね。で右側についてるこの穴、これマイクっす。通話もできるらしいのでちょっとかけてみるわ。はい、取って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 、喋って喋って、あ、OKOK、 あ、こっちの声聞こえる、あ、普通に聞こえる、あ、じゃあこれでもいけるんや、あ、本当、はい、あの OK です、切ります。はい、結構この耳の後ろにマイクがついてるんで声聞き取りづらいんかなと思ったんですけど、普通に聞こえてたみたいです。すごいっすね。でごめん、もう一個あのこれのねミニが出ました。これね最近出たやつ。ミニはですねさらに再生時間が長くなってます。軽さもさらに軽くなってます、ミニなんで。でこっちも開けると、まあ、パッと見はさっきと一緒ですよね。でまあ付属品も一緒です。違うのはサイズですね。どっちがミニか見れば分かりますよね。はい、こっちです。若干形状も違いますね。はいはい、ちょっと LED の場所とか違うみたいです。なのでさっきのこの通常サイズだとでかいわっていう人はこっちのミニの方ですね。こっちでサイズ合わない人はねつけれます。これは子供とか、まあ、女性とかですね、主に頭の小さい人向けで、このイヤホンのね最大の特徴がねお値段と3278円でございます。通常サイズもミニサイズも、いやだいたいこの骨伝導のヘッドホン高いんですよ高いやつはねもう本当に高いところまで行っちゃうんですけど、これはまあ3000円ちょいなんでね、試したことないけど高いしちょっと試せないわぐらいの人はね、この入り口としてね3000円とかなんでいいのかなと思います。はい、ぜひあのこれね試してみてください。私はね今からちょっと洗車しながらね音楽聴いてやります。ということで洗車やります。はい、やってきます。
はい、ちょっと一応天井の部分はね人が触らない部分ということでね今回やめとくわ。まあどちらにしようね、どっかのタイミングでまたコーティングなりしっかりやる予定なんでね、今は表面についた汚れをね落とすっていう感じでございました。でまあ水は使うんですけどね、そんな水をかぶる作業ではないんでね、結局汚れはしなかったんですけど、水場の作業でも防水なんで安心して使えますよというところですね。在宅ワークするとか何かをしながらってやる人はね増えてきてると思うのでね、ぜひこういうのあればね楽なので、はい、スマホと連携させればねスマホ置きっぱでこれで通話とかもできますし、届く距離がね確か10メートルらしいので、ハイエースとかであればね余裕で5メートルぐらいなんで大丈夫ですっていうところで、まあ家の中でもね、まあ、問題なく使えるのかなというところです。またこちらのね概要欄の方にね記載しておきますので、オンラインでも買えるし実店舗でもね取扱店舗の記載ありますので、気になる方はね実際物を見てね購入してもいいと思いますし、今までこういうのを使ったことないよっていう人はねちょっとやってみてください。まあ、というわけで今回はですね、こちらのエンジンをピッカピカにしつつ車の周りもねある程度綺麗にしました。はい、まあ、エンジン周りに関しましては、まあ、基本エンジンのところってちょっとぐらいはね、まあ、水入る前提なんで大丈夫かなとは思うんですけど、やっぱ水没するとねエンジンがダメになるっていうようなことも聞きますので、やっぱりその水の量とか、まあ、かかる角度とかもあったりすると思うのでね、その辺は皆さんも十分に気をつけてください。はい、というわけで、疲れましたけど今回は以上でございます。そんじゃあまた。